ハリオン。皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションでヨガ哲学のコラムを担当している永井由香です。今日はどうしてヨガの哲学を勉強した方がいいのかというお話をしようと思っています。勉強することをヨガの言葉ではギャーナヨガと呼ぶのですが、ヨガ、伝統的なヨガではアーサナをしたり瞑想をしたりだとかの実践とは別で、ギャーナヨガ、勉強することも非常に大切だっていうふうに考えられています。ではどうして勉強することも必要なのかというのが今日のお話なんですけれども、今日参考にさせていただくのはバガヴァッド・ギータという経典になります。こちらはヨガの神様としても知られているクリシュナという愛の神様が私たちに生き方であったり心の持ち方であったり宇宙の仕組みっていうことを教えてくれている経典です。クリシュナによるとヨガには2つの立場があるっていうふうに考えられています。この2つの立場っていうのが、1つ目がヨガ、ヨガっていうのは実践をすることです。実践っていうのはそうですね、皆さんが行っているアーサナの練習、プラーナヤマ、アーサナポーズですね、あとプラーナヤマが呼吸法の練習をしたり、もしくは瞑想をしたりっていうことも実践ですし、もしくは日常生活で行っているいろんな行動っていうのも実践、ヨガの方に入ります。もう片方の立場っていうのがサンギャっていう言葉で経典の中では書かれているんですけれども、サンギャというのはヨガの哲学のことを意味しています。そのことが書かれているのがこの今日使っているの上村先生のボロボロなんですけれども、この本の第5章5節目を開いていただきますと、4節目がいいかな、4節目から始めます。4節目では、グーシャはサンキャ、サンキャっていうのは理論とヨガ実践と別個に説くが、賢者はそうは説かない、一方にでも正しく帰依すれば両方の成果を得るっていうふうに書かれているんですね。でもう一つ進んでいただいて5節目では、サンキャによって得られる境地はヨガによっても到達される、サンキャとヨガを同一に見る人は真に見るのであるというふうに書かれています。どういうことでしょうか。ヨガっていうのは実践すること、サンキャは理論を勉強すること、一見正反対ですね。自分の経験から得ようとすることと理論で一生懸命勉強することっていうのは全く別のアプローチのように考えられがちなんですけれども、実はこの2つは同一ですよということをクリシュナは言っています。ではどうして同一なのかというと、ヨガの哲学というものはただ受験勉強みたいに一生懸命暗記して頭の中に詰め込むことが大切なわけではなくて、必ず実践、体験をするための哲学というのがヨガの哲学になるからなんですね。もう少し詳しく説明しますが、ヨガの哲学っていうのは勉強をしただけでは意味がないっていうふうに考えられています。でインドではバガヴァッド・ギーターよりももっと権威のある経典でベーダって呼ばれるような経典があって、そのベーダが一番偉い経典ですよ、ここに書かれている言葉が神様の言葉ですよっていうふうに言われてるんですけれども、じゃあその言葉をただ一生懸命暗記して何が書かれているかっていうのを理解できても
意味ないだろうっていうふうにクリシュナは言ってるんですね。どうしてかっていうのは、ただ暗記しただけだとどうなるかっていうと、私はこれだけのことを知ってるぞっていう形で、自分の知識にうぬぼれてしまって、で結局何一つ自分の人生はまだ変えれていないんですね。じゃあどうしなくてはいけないかっていうと、ヨーガの哲学では必ず学んだことを体験しましょう、体験して初めてヨガの哲学として意味がありますよっていうふうに考えられています。逆にヨガ実践だけだったらどうでしょうか。実践しなくちゃ意味がないんだったら、じゃあ実践の方が偉いんじゃないかっていうふうに思うんですけれども、実は何の知識もなく行う行動っていうのも結構危険ですよっていうふうに考えられています。なぜかというと、そうですね、いいことをすればいいだろうって思うんですけれども、じゃあ自分の家族に対していい行動をしよう、子供に健康的になってほしいからいっぱい野菜を入れたご飯を作ってあげようって思うんですけれども、子供が野菜好きじゃないかもしれないんですが、そうすると自分はこんなに手間のかかる料理を子供のために考えてしてあげたんだから食べなさい、感謝しなさいっていう風な気持ちになってしまうかもしれないんですけれども、子供からしたら全然食べたくないものを押し付けられて、で私とこんなのお願いしてないじゃないっていう風になるかもしれないんですよね。そうするとせっかくいい行動をしていても、なんかお互いにギクシャクしてしまって人間関係がうまくいかなかったりするんですけれども、どうしてこういう人間関係の、問題が起こるかっていうと、どういう心で行ったか、その行動を行う時の心の状態が間違った方向に向いちゃってるんじゃないですかっていうふうにヨガでは考えています。もうちょっと身近なところでアーサナー、そうですね、ヨガの練習してる時のアーサナーで考えてみると、もしもいい先生についていれば、ヨガしてる時の呼吸に意識を向けて、その時の感情を観察して、で、自分の体が感じている感覚っていうものも感じながら行うので、アーサナの練習をしていることをそれだけで自分を高めることができるんですけれども、もし外面的な自分より外のものに意識が向いている状態でアーサナを行ってしまうと、とにかく綺麗なポーズを取りたいから無理やりこう足とか開いたりして怪我してしまったりだとか、もしくはいいポーズができることが素晴らしいっていう勘違いをしてしまって、周りの人と比べてしまって、あの人の方ができるからってなんか嫉妬してしまったり、逆に自分の方が難しいポーズができるから素晴らしいんだっていう風な勘違いをしてみたりだとか、あとそうですね、自分を責めてしまったり、このポーズできないのは自分のアプローチが間違ってるか練習が間違ってるかに違いない、自分はできない人間なんだっていう勘違いをしてしまったりだとか、本当はアーサナが綺麗にできるかどうかなんてどうでもいいことなのに、そっちにフォーカスが向いてしまってると、いいことをしてるのにネガティブな心になってしまって逆効果ですよね。だからちゃんとヨガを行うときにどういう部分に意識を向けて練習するかっていうことを学んでいないと、要は形を実践したとしてもそれは逆効果になってしまう場合があります。つまりただの形で行う行動にも意味がないし、知識だけを詰め込むだけの勉強も意味がないし、常に勉強することと実践することっていうのはセットでないといけませんよと考えるのがヨガ哲学です。
じゃあ具体的にどういうふうな考え方をしていけばいいのかって知りたくなったら、すべて答えはこのバカバットギーターっていう本に書かれています。今日お話しした内容はそうですね、5章、他の翻訳の本でもいいんですけれども、5章の前半部分に書かれていることをちょっと詳しめにお話ししたので、その部分を読んでいただければいいかなと思います。本当、実際にどのような考え方をすればいいのかなっていうのはまた別の動画でお話ししますので、見ていただけると嬉しいです。では今日のお話はおしまいにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。